ようこそ、もくもく喫茶です。タンタン。はい、ということでですね、今ちょっと大学終わりで、2限終わりのお昼タイムなんですけど、今回はですね、一蘭さんに人生初行ってみたいと思います。ちょっと最近ラーメン欲がめっちゃあって、謎なんですけどラーメン屋さんでラーメンを食べてみたいなと思ってて、であんまりこれまでの人生的にもラーメン屋さんに行くっていうことが全然なくって、で一蘭だけじゃなくて他のお店も少ないんですけど、その中でも私は豚骨ラーメンが好きなので、ちょっと一蘭に行きたいなと思って今回は行ってこようかなと思います。ちょっと初めてすぎてどんな感じか全く分かんないんで、ちょっと緊張してるんですけど、完食目指して頑張ります。待って、わかんない、何もわかんない。でも濃さは何がおすすめですか？基本こってりいきますか？こってり、いや、いや、基本にします。こってり度はこってり、絶対絶対じゃあこってり度。麺の硬さは固めで、私のオーダーシートです。緊張してくる。なんか一人で食べれるラーメン屋さんって来たことないかも。不思議な気分です。ちょっと緊張してます。すごい。箸で替え玉できるんですか？すごい、感動。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。めっちゃご丁寧なご接客です。いただきます。うわ、美味しい。めっちゃ美味しい。ラーメンの種類は豚骨。私は豚骨ですね、豚骨が好きなんです。あ、辛っ。固めのラーメン食べるの初めてかもしれないです。はい、暑い。半袖でよかったねって感じ。ラーメン自体はどれぐらいぶりなの？去年の北海道。ラーメン屋さんのラーメンはそうかもしれないです。半年ぶりぐらい。でも最近やっぱラーメン食べたい欲強くて、友達が北海道旅行行ってた時もお土産何がいいって言ってラーメンって言いました。ラーメン自体はもともと好きなんだっけ？ちっちゃい頃は父が好きでよく行ってたんですけど、私もそんな時間がもうないし、ちょっと家から離れてるんですよね、ラーメン屋さん行こうと思う。あ、そういうことね。なんか初めてのラーメン屋さんに一人で行くのって結構勇気いるじゃないですか。一人でね。で、そうなってきて誰かと行くとなるとちょっと時間がないなみたいな。はいはいはい。でずっと行ってなかったです。でも思ったより量が多くなくて女性にも優しいなって。確かにね、モカちゃんならもしかしたらね、一応できるように破かないでおきます。あれ、今日は朝は何食べてきたんですか？聞いてください。今日ラーメン行くつもりしてたんで、朝おにぎり1個しか食べてません。しかも今日一限体育でした。全部整ってる。整ってます、めちゃめちゃ。今日は体育はどんなことしたんですか？今日は体力テストです。上体起こし、はい、30秒で34回やりました。普通に横にいた男の子に勝っちゃってめっちゃ気まずかった。反復横跳びも20秒で60回。1秒でタンタンタン。うん、もうタンタンじゃないじゃない。え、タンタンタンじゃないですか、反復横跳びって。あ、そうそう、3本ラインでタン、なんでこのタン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 ですよね。だからタン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 。これ今ちょっとモカルームのタンタンにかけてみました。確かに、そういえば、そういえばとか言って、くだらないこと絶対忘れちゃいけない。じゃあ、私人生で一回も替え玉したことないんですよ。おかわりっていうこと自体があんまり少ない。おかわりないですか？給食も減らして生きてきましたから。おかわりって無縁の人生。今日初めての。いけちゃうかもしれない。食べ終わりました、普通に。じゃあ完食。ちなみに結構苦しいですよ。でもなんかペース早いよね。最近学んだんですよ、大食いをメルでもカルでもやったから。最近、今月になってちょっと太っちゃったんですけど、それのせいで。あ、そう、わかんないですよ。あ、このラインがあれなんじゃないかな、あれなんじゃないかって。このピアス
とのバランスでそう見えるだけなみたいな。まあすいませんでした。面白いこと言えなくてごめんなさいでした。私がなんかいつもすごいなんか厳しいみたいなじゃないですか。, 笑いに厳しいみたいな。どうしよう。え、でも半替え玉をしてみようかなと。お、半ならこれの半分の量ってことですよね。そうだね、今のまあ一玉の半分。それなら頑張ればいけそう、うん、スープ飲みきるって考えたら、うん、無理。いや、私はこの超型を食べたいんです。あ、じゃあ超型行った方がいいわ。半替え玉、超型です。お願いします。こちら代金は150円でございます。ラーメンに集中するために店員さんのお顔も伏せるっていうね。あ、確かに余計なことはあんまり考えなくていいみたいな。元カノに似てるとか元カレに似てるとか考えなくていい。頑張ります。そう、お待たせ。ありがとうございます。これをもうガッと、せーの、じゃーん。替え玉、人生初替え玉としていただきます。さっきより硬そう。硬い。うん、おいしい。硬い。さっきよりここまで染み込んでこない感じが、うん、替え玉にちょうどいいですね。おお、こうですよね、スープ飲んで。おっ、ということで、すいません、これお疲れ様でした。てか私、あの、そもそも一つの食べ物をずっと食べるのがダメなんですよ。オムライスとかも一生オムライスじゃないですか。つまんでとかじゃないじゃないですか。それがダメな人なんです。飽きちゃって、特にラーメンは飽きちゃって、今日は一杯どころか 1.5杯完食できて、でもなんかそんなに思ってたよりこってりもしてないし、なんか豚骨だけどあっさりみたいなしてるから結構だからすごい美味しくいただけました。実はですね、案件じゃないんですよ。案件じゃないんですけど、実はすみません、こちらねアプリの方も入れさせていただきましたので、本日から通わせていただこうかなと思っております。結構あの青学からも近いということで、友達にあのラーメン好きな子がいるのでみんなで来ようかなと思います。ということで、今度はここで終わります。もし私に食べてほしいジャンクフード的なのがあったら、ぜひ皆さんコメント欄の方によろしくお願いします。ということで、今度は終わります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。グッバイ。ガチャ。